鳳凰山脈は、石月山脈から、笹ヶ峰の東部で北東部に出た島脈。海岸にほぼ平行して、西赤石山、東赤石山、新岳、羽鶴山、赤星山、水波峰などが連なっている。東に行くにつれて、山の高さは概ね低くなる。羽鶴山から、西は赤石山系とも呼ばれる。中央構造線に、南で接し、 それにほぼ並行して、松山自動車道が東西に従官し、さらにその北に東西に細長い平野がある。山脈の南は、峰南と呼ばれ、笹ヶ峰から発する道山川が闘進している。山脈の北と南を結ぶ道は、標高700メートルを超える峠道であり、往来には苦労があったが、今日では、頬トンネル、掘り切りトンネル、 大栄山トンネルなどが利用可能で自動車による交通利便性が格段に向上している。高知自動車道もトンネルで山脈を貫通する。同山川水系からの導水トンネルも山中を貫通し、馬地域の工業用水を多量に必要とする製紙工場等に供給されている。実質的には南側編成体に属し、 エクロジャイと、観覧岩などの特徴ある岩石が分布している。また銅、クロムなどの鉱物資源にも恵まれ、別種銅山をはじめとする金属鉱山が複数創業していたが、現在までにすべて閉山している。名前の由来については、後白川法王の三十三県道根粒寺に使われた木材が優秀であったため、その産地である山に法王の名をつける許しがあったと言われている。 峰南地域には多くの平家の落ちう伝説が残り、それにまつわる地名もある。石槌山脈と剣山山地の間を吹き抜け、山脈から瀬戸内川へ吹き降りる突風は山地風としてよく知られている。ありがとうございます。